丸亀ブルーナイターマルポカップ水面上は予選のラストカードを迎えます。第10レース予選競争丸亀特賞、1号艇木村光弘、2号艇井出亮太、3号艇宮西正明、4号艇富吉優馬、5号艇粟田翔、6号艇秋田健太郎、以上6名の対戦です。枠番通りの進入となっていきそうです。インコースには地元1号艇木村光弘、このレース唯一の勝負がけ、船券絡みが求められる一走です。1号艇木村、隣2コース2号艇井出亮太、今日はこの一走に集中、3連勝を狙います。センター3コースに3号艇宮西正明、引いていきます。角4コース4号艇富吉優馬、5コース5号艇粟田翔、大外6コースに6号艇秋田健太郎、ここまで2走1着2着上位着としています。6号艇秋田、インコースには1号艇木村、角4コースに4号艇富吉となっています。第10レース予選競争丸亀特賞、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。ほぼ3枚スタートとなりました。確定1マークへと向かいます。インから逃げる1号艇木村に差す2号艇井出、外を行く3号艇宮西、切り込んできたのは5号艇粟田、バックストレッチ、先頭は1号艇木村、2番手優勢5号艇粟田に、すぐ後ろ2号艇3号艇が追走。なお第10レーススタートは正常です。1周2マーク、先頭は1号艇木村、2番手内から2号艇井出、切り込んでいく5号艇粟田、外を行く3号艇宮西、ホームストレッチ、2番手優勢5号艇粟田、3番手争い内から2号艇井出、外からは3号艇宮西、並走となっています。レースは2周1マーク、先頭は1号艇木村、2番手内から2号艇井出接近、かわそうと5号艇粟田、内からは3号艇宮西、バックストレッチ、2番手争い内から3号艇宮西、外からは5号艇粟田、真ん中に2号艇井出、3艇の攻防と変わっています。レースは2周2マーク、先頭は1号艇木村、2番手争い内から行く3号艇宮西に、外を行くのは5号艇粟田、ホームストレッチ、2番手争い内から3号艇宮西、外からは5号艇粟田、ほぼ並走となっています。レースは最終周回です。先頭は1号艇木村、2番手争い、ここも内から行く3号艇宮西、懐切り込んでいく5号艇粟田の差しハンドル、バックストレッチ、2番手争い内から5号艇粟田、外からは3号艇宮西、判定心リードは5号艇粟田、しかし2番手争い接戦で、レースはラストコーナーへと移ります。先頭は1号艇木村、2番手争い内から行くのは5号艇粟田、外を選択3号艇宮西、ホームストレッチ、2番手争いどうか、5号艇3号艇接戦、まもなくゴール。先頭1番木村五輪、2着は5番粟田五輪、3着3番宮西五輪、2番6番と五輪、ラストで4番富吉五輪です。第10レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着5番、3着3番、以上でございます。第10レースの払い戻し金はご覧の通りです。脳汁飛び出しました。